山本厚夢は波正時代ゴン太と呼ばれ、周囲から恐れられヤクザからも一目置かれる存在だった。淡路会の松田道夫に。兄貴頼ますわ、わしもう今さら奈良へも帰れんし、ほんまもんのヤクザになりたいんや。そんで淡路会会長大垣達夫に男を見ていた厚夢はついにその門を叩くのであった。決めてましたね、面倒見たってや松。はい、どれ。この頃の厚夢は松並にヤクザとしてのイロハを体に叩き込まれるのであった。流したらあかんぞ。はい、下がれ、下がれ、はい。そんな中事件が起きた。大垣の友人が刺されたのである。おんどれや、お前すぐ。俺お前やったんか。ええ、間違いないか。間違いないぞ。厚夢は大垣の代わりに服役するのであった。厚夢、早速やな、お前に話があんねん。お前頭になってくれへんか。しっかり頼む。出所後淡路会の赤頭となり山本組を構えた厚夢だったが、その先には大きな事件が待ち構えていた。かっこいいっすねやっとっすね。走んぞ、危ない。離せるよな。刃物のガキは野球の金持って逃げよった。岡部やんに連絡かんやないかんのにな。1億2億言うならわからんでもないが、大の男がたったの200万か。海親はいいんじゃ、育ての親の義理は大切にしや。母親や知人のところを駆け回った厚夢だったが、金はできず、厚夢は重大な決意をするのだった。遠慮せんとも切り切れ。行くぞ。行っちゃえ、行っちゃえ。アホ、医者みたいなもん後で。金やったらおめえ、うち叩き打って持ってったらええやろ。アホ、そういうわけにはいきまへん。親分の顔つぶさんようにちゃんと話してきましたがに、辛抱させておくなれ。受け取れん言うとるやないか。この通りです、受け取っておくなれ。どうぞ。厚夢は徳島の徳浦会田山会長に詫びを入れに行く。そして田山の器量で事を収めてもらうのだった。医者にも行かんと徳島まで来たんか。はい。おじさん、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 落としましたよ。何やと。みんな落としましたよ。お前らの指死に指にせえんからろ。ありがとう。Yeah.
淡路会の賭場で揉め事が起きた。入りました。もともとは客筋の良い賭場なのだが、この日に限って一人行儀の悪い客がいた。宮古島にある天津一家本田組の組長だ。小戻りの3。小戻りの3。はい、3のあるとこ。3のあるかだ。3のある。はい、3のあるとこ。おい、はい、お兄ちゃん、はい、じゃあこれ。はい、迷子です、迷子です。手本です。前ああ、宇田会や。わしもや。どうぞどうぞ。入ります、入ります。入りました、入りました。さあ貼っとくなれ貼っとくなれ、さあ貼っとくなれ貼っとくなれ、さあ貼っとくなれ貼っとくなれ、さあ入りますぜ、さあ貼っとくなれ貼っとくなれ。お客さんもよろしいですか、よろしいですか、さあもよろしいですか、何番目か、さあ貼っとくなれ、何番目通りや。はい、通り勝負。わしのこと知っとるやろ。まさかわし相手に道具使っとるんちゃうやろな。この日はよほどついていなかったらしく、イカ様をやっていると言いがかりをつけてきた。俺誰に口聞いとんじゃ。そこで淡路会副会長の松並と厚夢が話し合いに出向くことになった。しかしその無茶な話は承知できまへんな。そないな話聞いとったら信用問題になりますね。そやったら何か、踊るわしが嘘ついてるんか。兄貴はな、イカサマするような人間やないんや。あんたら負けたから言うてイチャモンつけとんのちゃいまっか。ちょっと組が大きいから言うてあんまり調子乗ってあきまへんで。なんじゃおけ、これ誰じゃ。作法も知らん人間に名乗る名前なんかあるかい。何やとこら、こら、おこら、踊るな。その間口聞いとったら生きてくださいよ。そうだやないかい。そこらのことと一緒にしたらあかんぞ。こらおお、ちょっとやったわ。ああ、いや、もう犯罪を垂らすむことやないか。な、な、ほんだこのけじめどないつけるつもりじゃ。ああ、な、金にしてくれ。何やこれ、踊れなこれ。あらあら、ダメや、つむ心配すな。ちゃんと台に革乗っ取れないよ。ほら待て待て待て。ほら、ほんな、最初にあやつけたのそっちやない。このことが世間に知れたら己ごくとやってけんど。重いでこのけじめ。どうつけるつもりじゃ。何でも言う通りやれますわ。すいませんでした。踊れば悪いか。これすまんでした。すまん。そうさーて本田よ、これでわしんとこ盆なんかができなくなったんじゃ。おのる夕方までわしんとこに足向けてこいや。すまん、すまん、すまん。
すまへん。おい、集め。いいのか。おいつもそうだな。あんま似合ってへんな、その帽子。これが。いや、何？どないしたんそれ。ネズミが走ってきよってん。ネズミって何やこれ。ちょ、痛い？大丈夫？それより男できたんか。男っていらんそんなもん。邪魔くさいだけや。わしがええの紹介したろうか。男はお父ちゃんだけで十分や。すみません、遅れました、すみません。えらい遅かったやないか。ちょっとあれ、他に用事があったもんね、すみません。ちょっとね、あいつお前のことどない思うとんねん。来てしまったんです。なんやお父ちゃん、やめとけ言うてたくせに。そうやった、あいつ鈍すぎるわ。お前が一生懸命こさえて上着あんなパックつきやがって、もっと味わってこんかい。ああいうとこがまたええにゃな。あかんわ。私じゃないんですよ、うちの社長山さん知ってましたろね。その社長が全部金払ってしまってね、それがね3億でね。3億？ええ、それ全部不良品ですね。で、まあその社長がね、お前解除するようにあのその山本さんに頼んでこい言うてまんねんけど、あのあの山本はあの男やと見込んで、そのわしの頼み聞いてくれまいか。お願いしますわ。あのわし死ぬわけにいきまいね。女房子供をおるさかいに。見かけも行さんおるさかいも。いや、そりゃそうですけどね山田、そんなん違いますね。わし真剣に頼んでんやから、その頼ます。そやけど商売人同士のトラブルは商売人同士で片付けた方がええんちゃうか。それはね、あきまへんねや。向こうもね、何ちゅうのかな、これ帰りまへんねや。そうせんとあのわし会社クビになりまんね。よっしゃ、分かった、行ったろい。えっ、ほんまでっか。おきい、地獄の仏ってのはこういうもんです。山田、おきり、おきり、すまえすまえ、ありがとう。社長、今後の件でございますが、山本さんが気持ちよく引き受けてくれるということなんで、どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。Dans les affaires, il y a toujours une négociation. Nous perdons notre dernier ligne. Je lui donne 20 000 balles. Vous le dirigez. Ouais. Quand est-ce que tu dis? Quand est-ce que tu dis? Quand est-ce que tu dis? 2000 balles de campagne, c'est ce que tu dis. 2000 balles? Quand est-ce que tu dis? Quand est-ce que tu dis? Moi, je ne suis pas un homme qui a été battu. 3 ou 4 000 balles de campagne, tu ne dis pas. Tu ne dis pas. Il dit 3 millions de yens. Il faut lui dire, les affaires sont les affaires. On négocie, non? ええ、そんな理不尽な話でやっていけない。ビジネスな、あくまでビジネスライクで決めていくことはないか。何をごちゃごちゃ言うとんじゃ。わしはな、義理があって大阪から出向いてきとんのじゃ。本郷人は義理と人情っちゅうこと知らんのか。これ、義理と人情。そうじゃ、早押しんか。そんな難しいことは今後にはありません。そんな難しいことできませんよ。おのれ、こら大学でどんなやろえ。おのれと話しとったらな、日暮れるわ。これこれ、日本の役だなめたらあかんぞ。これ日本人はヤマト魂じゃんじゃ。ゆりじゃ人情じゃ。これおい、ゆり人情で通訳せんか。これ Said his Japanese is giri ninja is Japanese heart. Mais on négocie pas les choses avec les sept britanniques. Giri to ninja, oikura de kaeru to itte masu. Giri to ninja wa na, nanbai de nitsun demo kaeru to itte masu. Giri to ninja wa na, oikura de kaeru to itte masu. Giri to ninja wa na, nanbai de nitsun demo kaeru to itte masu. わしの給料安かい腐ってくれ。おい、 He said his Japanese guild ninja is not up by. Mais dites lui, je dois lui payer son argent demain. え、明日全額支払って、全額揃って支払いしますって言ってます。うん、
何？間違いないな。Je dois lui payer demain, 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 je lui paye son argent。はい、明日育って支払いします。行ってます。そうか。はい。でかやっちゃな。Mais on négocie pas les affaires avec les revolvers comme ça, à la tête comme ça, on fait faire les affaires comme ça. Hein? Il faut lui dire, les affaires ce n'est pas avec les revolvers, on fait comme ça, ça ne va pas. その夜は前祝いに新宿銀座赤坂と飲み歩いて、最後は吉原で沈没や。おじさん、東京にはええ女子が寮さんいてまんな。もう一気に行きまへんか。お前もすっげえな。おれ、おじさん、お気合いでっか。あ、ほんかぜ。ほうでっか。そんなんしてとうとうあれがね、全部使うてもうた。まあええ、明日は3億手に入るんやから。警視庁のものだ。おじさん、警察です。何？じゃあ、おら、我こら。山本は相撲だな。そうじゃ。道具どこかごした。道具？そんなもんあるかい。おい、探せ。おい、おら、何探すんじゃ、我こら。早く用意しろ。分かっとるわい。あったか。いや、これのだ。もっと探せ。はい。おい、どこ行くんだ。風呂入るんじゃい。早くしろ。お兄ちゃん、何も出てけへんぞ。おい、お前の素性は分かってる。わざわざ東京まで来て暴れることないだろう。早くしろ、逮捕だ。分かっとるわい。早くしろ。まさや、はい、服出せ。はい。あの今後野郎、ビビって大使館へ駆け込んだんや。ただ、はじきを他の場所に隠しとったのは、もっけの幸いやったわ。お厚みお目にかかります。山本厚夢です。よろしく。こちらへ座ってください。その調書に書いてある通りです。一字一句間違いおまへん。罪は認めますさかいに、一つだけ頼み聞いてもらえまへんやろか。何ですか。わし今度は関西やのうて、東北の方の刑務所にしてもらえまへんか。担当の刑事も言ってたけど、山本さん、あなたって変わってるわね。何が出んのや。普通はなんだかんだ言って罪を逃れようとするものよ。あなたそんなに刑務所行きたいの。そらわしかってあんなとこ行きたないわい。しやけどあんな不良外人にコケにされて黙っとるまっか。今からでもぶち殺りたいくらいですさ。しやけどやっとことはやったでしょうまへん。ここへ来て泣き入れるぐらいやったら穴からしまへんわな。あなたの弟分吉永さんも随分古めかしいこと言ってたわ。でもあなたの考え方はもっと古い。100年、いや200年古い。清水の次郎長以前のヤクザよ。義理とか仁義とかそんなの今の映画の中でもなくなってんのよ。そうでしたろうか。昔なら大親分になれたかもしれない。でも今の世の中じゃあなたみたいなヤクザは通用しないわ。悪いことは言わないから早く足を洗いなさい。ご親切にどうも。罰金10万円。は？弟分8万円。なんで出んねや。どうしたの。略式起訴じゃ不足ですか。いや、わしてっきり懲役行かなあかん思っとりましたんや。しやけど、ケンちゃん、こんなことしてあんた
クビになりまへんのか。山本さん。はい。あなたもう東京へは来ちゃいけませんよ。それが条件です。今度あなたの顔見たら私 2,3 年は刑務所入れたくなっちゃうから。賢者な。名前もう一遍聞かせてくんなれや。北原です。北原、その名前は陽子。北原陽子、えらい賢そうな名前でんな。ありがとう。えらい迷惑かけてすまへん。わしあんたみたいに情のある賢者初めてですわ。おきに。そうか、東京もさらに粋な賢者がおるか。わし破れなかったら惚れてましたわ。兄貴で惚れてます。何言っとくねん。ああ遊ぶよ。あるか。お前何回主面と見るのは分かんないのか。もっと大事なこと忘れてへんか。おやさんのことでしろ。そうや。見損のうてもうては困ります。わしおやさんを本家の上にしていこう。そのことだけは忘れたことないんで。そない三角に目つり上げんでもええやないや。念押しとこうって言っただけや。しゃあけどうちのおやさん度胸悪し優しいし男気もあるのに、なんで本気やったらケツから2番目なんやろか。わしそれだけは悔しくてならんのや。そない思うんやったらな、我の力で親分男にせんかい。なあ積むよ、親分男にでけたら我が男になれるんやで。そうでんな、その通りでんな。よし見とれや。わしが親分を本家の頭にしたる。そったら誰が安田がけ汚なんて汚いまねするしやがって。おやさんどないしやりましたんや。わしに聞かしとくなれや。どないもこんな丸け。あんがけやな、このわし下手下手売らせやがったんじゃ。こら何がおしゃんや、話しとくなれや。はら悔しいで辛抱なあ。おやさんあきまへんで。あんがけたきゃ言うらで。あきまへんで。どかがくらどかがかくん。どないしたん、何してんのこんなとこで。わしまた懲役行かなあかんか分からへんねん。おいで。サランを下着出してくれ。大垣親分の兄弟分で安田という組長がいた。厚むから見ればおじ企画にあたり、本家兵庫一家では若頭補佐、つまりナンバースリーの大幹部。兄弟分といっても大垣のことは達也、淡路と呼び捨てだった。厚夢にとってはほとんど雲の上の人。その安田が大垣を出しにして四国徳島へ行き、徳浦会田山会長から金を引っ張ったという。あんた、事情を知った厚夢は死ぬか長期服役と腹をくくり、あと頼んだで、安田の家へ向かった。
べんでるな。アツムは緊張のせいからかタバコを吸って拳銃に弾を込め立ちしょんべんしてまたタバコを吸ってまた拳銃に弾を込め直してと何度も何度も繰り返した。おいデズ牛肉男や。はい。どうぞ。おやつさん待っとれ。おやつさん。そして部屋住みの若者が出かけた時アツムは安田の家の中に入っていくのだった。心。